社員同士でもそうなんですけども、感謝された時、それから、自分がこれだったらうまくいくだろうなっていう業務の効率化ですね、やって、まあ、実際に成功した時、それから街中で自分の作ったものが、を見かけた時、それから褒められた時、努力を認められた時、企画提案が、通ったり、それが効果として目に見えた時ですね、それから新しい知識を学んだり、発見があった時、以上です。はい、ありがとう。じゃあ、じゃあ、みんな一緒ですね。本当にいいものができてお客様に喜ばれた時だったり、社内の人に褒めてもらった時、また経験がある中でも新しい知識を得た時も、それって喜びであったり、あと働くってこういうことだなって、自分で自分を褒めることができる時なんかです。うん、本当に一緒のとこばっかりでした。はい、はい、じゃあまあその被ってない部分、製造でですね、まずその色合い的にまあ難しいものですね、継続してその色をね安定させられた時ですとか、まあそういったまあ難しいものができた時のまあ達成感ですね。あとは営業的にはやはりそのまあいろいろ打ち合わせの中でまあその効果なものを収められた時と、そういった感じになってます。はい、ありがとうございます。日々ね、仕事の喜びを感じられるような会社にしていきたいと思っています。みんなで協力し合って頑張っていきます。